然の生き物とか植物とかとたくさん触れ合えるところだと思います。ヤンバルクイナーは見たことあって、道路とかにもたまに出てくる。森に多分行く人たちが前よりかは増えて、やっぱり自然知ってもらえるからいいこともあると思うんだけど、ポイ捨てしちゃったりとか、やっぱり生き物がちょっとなくなっちゃったりとか、もっと自然大切にできるのかなって思いました、昔からある、なんか大切な、なんか受け継がれてきてるものだからこそ、自分がもっと楽しんでやっていきたいし、その楽しさをみんなに分けれるように、あの演奏したり伝統芸能の良さをもっともっとみんなに知ってほしいなって思ってます。相当様変わりしてる、この外人住宅が結構多くなったな、うん、やっぱりちょっと特別な地域、うん、全国的にも県内でも交流は持ちたいんですけど、基地から発生するいろんな問題とかがやっぱりあるので、全体的にってなるとやっぱり気分が高まらないっていう、嘉手納基地以外の、うん、基地からの外来機が嘉手納工場や普天間に来るじゃないですか、普天間の基地、するとやっぱり騒音がまた激化する、夜間早朝飛んでほしくないっていう、それももうお構いなしに結構騒音が激しくなるので、良くなりましたかって言われたら良くなりましたとは言えないですよね。先祖代々からそこに住んでいるので、なかなかもう愛着を離れられないという人たちもやっぱりいると思うんですよ、ね、いろんなこの情勢からするとすぐに変化は難しいんだけども、例えば県外に移設してって、そこでも私たちと同じ思いをする人たちが出てくるから、基地の整理縮小というのが、ね、この基地から発生するいろんな事件事故が改善されるような形になっていってもらいたいなって希望はありますよね。爆音の軽減、あと夜間早朝の飛行禁止がね、せめてそれだけでも実行していただければ。周りを見てもみんな青森飲まなくなっていってて、これがすごく危機感として感じましたね。これから青森を知るっていう方々にもっともっといろんなアプローチで入り口を広げなきゃいけないなと思う。新たなチャレンジとして養酒事業着手したいということで、社内プレゼンさせてもらってですね、これまでの私たちのバリエーション豊かな青森を作るっていう技術が一番活かせるのがクラフトジンというジンだったんですね。西表島のピーチパインを、ジュニパーベリーとピーチパインの風味っていうのを主体にして、それ以外沖縄の、それはさらにシーカサーの葉っぱであるとか沖縄の素材を、生かすことができるラムの、はい、プロジェクトを立ち上げてて、まあ、沖縄にあんなにサトウキビたくさんあるのになんでもっともっと美味しいラムがないんですかであるとか、黒糖はどこで使われてるかっていうと沖縄県の離島八島のこの黒糖工場があってですね、もう豊作になると製糖工場が困るぐらい今在庫になってしまってて、そこに来てコロナで
黒糖を使うお土産品が全然売れなくなるっていう事態になってしまって、沖縄のために地域のために農業のために何ができないかなとか、であとこんなにラムの需要があるっていう中で、やるからには世界一を目指して、なおかつ本当に沖縄離島農業を支えられるような、地域支えられるような、そんな本格的なラムを作ろう。黒糖の味ってそれぞれ波照間島も粟国島も違かったりするんですね。ラムとして黒糖の風味の違いを私たちが表現することができれば、また黒糖の方へのフォーカス、ついてはこの地域へのフォーカスっていう風に移っていくんじゃないかなと思って、今まではもしかしたらできる技術で新しいものっていうところにしかフォーカスした部分があったと思うんですけど、その中にもう一個、それで世の中の沖縄のためになること、地域のためになることっていうところまで今マインドとして考えながら開発の方は進めよう、はい、進めているところですね。半分かけてね、半分はまたお父さんのところ成仏してくださいね。私は良くなってると思った。軍に働いてたからね、軍病院に働いてたから羨ましかった。外人が貧しいさね、沖縄の人は、まさかこういう世の中になると思わなかった。若い時は20代はよ、今未来は孫がの成長を、糧にしてる。もちろん、戦争ない方がいいさ。孫のため考えたらさ。辛いの体験なので、あんま聞かない方がいいのかなっていうのもある。なるほど。なんか話しづらい感じはしますね。宮城のお母さんですよね。でそこから話を聞いてるとしか思いませんからね、でそこに話を聞いて分からんところはじゃあおじいちゃんに聞こうと、その流れだったら話しやすいんですが、なるほど母からも聞いてまたこっちからも言ったら、なんか戦争をですね、出しにして自分はこんな人苦労してきたんだよとか、戦争こうだよとか、要するにまあ自慢話になってしまったら、これも意味がないからですね。一番喜ぶのは、パスポートなしで、いつでも本土ともう一体ができるんだなと。それはもう願ってもないあれだったんです。復帰と言ってももうまずは偉い人の話よりはですね、食べるのが先だったですね。なるほど。あの当時の人たちは食べ物があったらどんな仕事もやったと思いますよ、食うためには。貧困ですね、貧困、そうですね。なんか自分教育学部なので、はい、そういう子どもたち関わる機会多いんですけど、どうしてもやっぱり親が貧しいとか愛情を受け入れてないとか、そういう子って、どんなに教師が声をかけてあげても響くことないんですよ。塞ぎ込んじゃってて、そういう子たちが今後親になってっても同じような家庭負のループに入ってしまうので、そういう子たちが減らせるようなアプローチっていうのを、沖縄だったり、日本政府だったりが何か介入して起こしてくれたらなって。小中ってまだ幼い段階で、こっから先自分の努力次第でどうにでもなるなって思う年代なので、もっとなんだろう、自分のことで家のこととかで塞ぎ込んじゃうんじゃなくて、もっと世界、外の世界を見てほしい。自分の活力とかを上げて、なんだろう、やりたいことをやってほしいなって思う。遊び場が増えて、子供の笑い声とかが聞こえる日常が当たり前の沖縄がいいですね。